スタートしました。8頭ほぼ揃いました。さあ広がりました先行ポジション争いです。内からニューベリーが行きかけますが、東方ライデン、岬のハンター、先団3頭広がりました。その後サイレントエクセル、エアウィード、天照ボス外に持ち出して前に上がっていきます。あとは南のサニーオート、2番のヤマニーエグザルと後方2頭並んでいます。これから向こう上辺の直線コースに入っていきます。先団3頭が広がりました。わずかに4番のニューベリー、体半分ほどのリードを取っています。7番の東方ライデン、並んで8番の岬のハンターです。1馬身後方に9番のサイレントエクセルが進んでいきます。内からは5番のエアウィード、外に並んで3番天照ボスが続きます。3馬身後方、南のサニーを2馬身され、2番のヤマニーエグザルトが最後方を進んでいます。向こう上面の中央から今800の標識を通過していきました。これから第3コーナーのカーブに入っていきます。4番のニューベリーのリードは1馬身です。東方ライデン、サイレントエクセルが今3番手に上がっていきました。徐々に前に進出、少し後退加減は岬のハンター、内からエアウィードが上がっていく、さらに天照ボス、あとは3馬身から4馬身相手、南のサニーオとヤマニーエグザルト、後方2頭並んでいます。 3,4 コーナーの中間点に各馬が入ってきました。前の3頭広がりましたが、天照ボスも加わって4頭が横に広がります。4コーナーのカーブ、これから直線コースへ。内でニューベリー、東方ライデン、外はサイレントエクセルと天照ボス、4頭が広がっている。その後は南のサニーオとエアウィードが追い込んでくる、ヤマニーエグザルトも追い込んできます。あと200を切りました。サイレントエクセルが今度は先頭か。サイレントエクセル、鞭を振るって天照ボス、内ではニューベリー粘っている。東方ライデン、エアウィード、100を切った。抜け出したのは9番サイレントエクセル、リードが2馬身、天照ボスが2番手に上がってくる。内からは5番のエアウィードが2番手に接近。サイレントエクセル、サイレントエクセルです。手が上がりました板垣騎手。